現存していないレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画のチェザー・レダ、セストによるモシャレダと白鳥は、ギリシア神話の主神ゼウスが、白鳥に変身し、スパルタ王・トゥンダレオースの妻であるレダを、誘惑したというエピソードを元にした、西洋の彫刻や、絵画などにおける題材。ギリシア神話では、レダは、カストールとポリデュケースのディオスクーロイのソーセージ、後に、ミュケーナヨオアガメムノーンの人なった。 クルタイムネーストラー、トロイア戦争の発端の一つとなった絶世の美女、ヘルネーの母である。一説では、カストールとクルタイムネーストラーは、人間の夫テュンダレオスの子で、ポリュデウケースとヘルネーは神であるゼウスの子だとされるが、これには、いろいろな説がある。このモチーフは古代ローマ時代の大規模な作品では、あまり見られず、彫刻では、 ティモセオスの立像彫刻が有名な程度で、他には、カメオ、宝石、指輪、テラコッタオイルランプなどの小さな装飾に用いられている。古代ローマの詩人、オイディウスや作家フルゲンティウスの作品によって、中世ヨーロッパで、レダと白鳥のエピソードはよく知られており、イタリアルネサンス期の古典的観能表現とともに、広く取り上げられるモチーフとなった。 多くの芸術家が独自のレガと白鳥を描いており、詩人のイエーツもレガと白鳥という詩を書いている。現存していないティモテウスの古代ローマ彫刻から影響を受けていると考えられているレガと白鳥という題材は男女間の性愛よりも女性と白鳥の性愛を描いた絵画の方がまだしも好ましいとする現在の考えからすると奇妙にも思える16世紀の 空調によって広まった。この題材で最初期に描かれた絵画の性愛描写は当時の優れたが形が男女間の性愛を描いたどの絵画よりも露骨な性愛描写を伴うことがあった。性愛を扱った版画であるイモーデイが発表から数年後にローマ教皇庁から制作者の闘黙、原版の破棄を命じられたことからもわかるようにその当時は男女間の性愛を描写することは 危険な行為だったのである。ルネサンス期になっても、性愛描写は危険を伴うものであり、それはレダと白鳥をモチーフに描かれた3枚の有名な絵画が辿った運命からも明らかである。このテーマが描写された最初期の作品は大部分がベネツィアで作成された版画だった。私的に所蔵されていたもので、古代ローマの詩人、オイディウスの 変身物語の記述を元にしている作品が多い。また、ロレンツォ・デ・メディチは古代ローマ時代のサルコファガスと宝石を所蔵しており、そのどちらにも寝そべったレダのモチーフが使われている。このモチーフを描いたルネサンス初期の作品として知られているのは1499年に出版されたヒュープネロトマキアポリフィリの挿絵に使われた木版画である。この木版画には、 勝利の車を引く人々など数多くの人が周囲にいるにもかかわらず、その車の中でレダと白鳥が情熱的に愛を交わす様子が描写されている。また、版画家のジョバンニバッティスタ・パルンバが1503年、頃にレダと白鳥の性愛描写をモチーフにした版画を制作しており、これは人目のない田園での情景として描かれている。他にも、 ジュリオ・カンパニョーラの作であると考えられている版画があり、この作品ではレダの様子ははっきりとは描かれていない。パルンバにはレオナルド・ダ・ヴィンチの修作の影響を受けて1512年頃に制作したとみられる地面に座って子供たちと遊ぶレダの版画もある。絵画や版画だけでなく小さな装飾品などにもこのモチーフは用いられている。ベンベヌート・チェリーには 芸術家としての活動初期にメダルを制作しており、その表面にアントニオ・アボンディオが彫刻をして、ローマの公めかけに捧げたものが現在もウィーンに残っている。現存していない、ミケランジェロの絵画の模写16世紀ナショナルギャラリー、ロンドン1504年に、レオナルド・ダ・ヴィンチは地面に座って子供たちと遊ぶれだという主題の作品を描くために、 修作を始めたが、結局この作品は描かれてはいないと考えられている。そして、レオナルドは1508年に同じ主題だが、全く別の構成の絵画を描いた。その絵画が白鳥を抱擁して、裸で立っているレダと大きな卵から生まれたばかりの二組の双子が描かれているレダと白鳥だった。レオナルドが描いたオリジナルのレダと白鳥は現存しておらず、 意図的に破棄されたと考えられている。しかし多くの模写が残っており、オリジナルがどういった絵画だったのかを知ることができる。ミケランジェロの作品にも、同じく現存せず意図的に破棄されたと思われる、レダと白鳥がある。1529年に、フェラーラ公、アルフォンソデステが、フェラーラにある、自身の宮殿のために依頼した、レダと白鳥をモチーフとしたテンペラ画である。 この作品のために、ミケランジェロが描いたラフガは、弟子のアントニオ・ミーニに渡された。1533年に、ミーニが死去するまで、フランス人のパトロンのために、ミケランジェロのラフガを武者していたこともあって、このラフガは100年以上保管されていた。この絵画の構図は、多くの模写、模造によって知られている。コルネリス・デボスの版画、バルトロメオ・アンマナウティの大理石彫刻。 若年のルーベンスがイタリア滞在時に模写した2枚の絵画などである。1530年頃に描かれたこの作品で、レダはマニエリスムの特徴とも言える長く引き伸ばされたねじれたポーズで描かれており、これはその当時よく見られた表現手法であった。さらにプラドにあるローマ時代の彫刻群はミケランジェロの作品であると少なくとも19世紀までは信じられていた。 コレッジョの絵画絵画館ルネサンス期における最後の有名なレダと白鳥はコレッジョが1530年頃に描いたベルリンの絵画館所像の緻密な構成の作品である。この絵画はフランス王ルイ15世の摂生で絵画収集家としても知られるオルレアン号フィリップ2世が所有していた時に大きな損傷を受けた。彼の息子のルイも熱烈なまでの芸術愛好家だったが 自身の行動に対する周期的な道徳心の工芸に悩まされており、ある時この作品に描かれたレダをナイフで切り裂いたのである。修復はされたものの完全に元の状態に戻すことは不可能だった。レオナルドとミケランジェロのレダと白鳥はどちらもフランス王家が所有していた時に失われた。絵画の所有者の死境も残された道徳心の強い未亡人あるいは 絵画の相続人によって破棄されたものと考えられている。有名なこれらの絵画の他にも、レダと白鳥をモチーフに描かれたルネサンス期の作品は数多い。繰り返し出版されたオイデウスの著作に描かれた挿絵などが挙げられるが、ほとんどは前日の3作品から派生した構成、構図の作品である。セザンヌの絵画、レダと白鳥は、 イタリアとフランスの一部でのみ見られるモチーフであり、北欧にはほとんど存在しない。ブルシェの官能的な絵画は別として、18世紀から19世紀初頭には忘れ去られたモチーフとなっていたが、19世紀終わりから20世紀にかけて再び有名なモチーフとなり、象徴主義や表現主義の芸術家たちに取り上げられることとなった。 象徴主義の画家サイト・オンブリーは1962年に情熱的なレダと白鳥をモチーフにした作品を描いた。現在この絵画はニューヨーク近代美術館に所蔵されている。アバンギャルド映像作家のクルト・クレンはウィーン・アクショニズムのメンバーであるオット・ミュール、ヘルマン・ニッチュと共に7、64レーダ・ミット・デア・シュワンというタイトルの映像作品を1964年に 発表している。この作品は、レダと白鳥という古典的モチーフ、表現を止めており、ほぼ全編にわたって若い女性が白鳥を抱擁している。写真家のチャーリー・ホワイトは、アンド・ジー・ポード・イズ・ザ・インテイグラティ・オブ・ザ・ハルという一連の作品で、レダをモチーフとした写真を撮っている。この作品には、白鳥は比喩的にしか表現されていない。 インドのマディアプラデーシュ州北部に位置する都市、クワリアルにあるジャイ・ビラース宮殿の博物館には、やや露骨に描写された、等身大のレダと白鳥の大理石彫刻がある。ルネサンス期フランスの詩人、ピエール・ド・ロンサールは、彼がよく知っていたと考えられているミケランジェロの、海外に触発されて、ラ・ディ・フローレーション・デ・リードという詩を書いた。レダと白鳥をモチーフにした他の多くの芸術家、同様、 白鳥のくちばしがレダの口に入っている場面を表現した詩である。アイルランドの現代詩人イエッツは1920年にレダと白鳥という詩の初版を出版した。心理学的リアリズムと神話的表現が融合した作品で白鳥によるレダへの領辱を描き出している。ありがとうございます。